取引に目立った混乱は見られませんでした。昨日システム障害で終日取引が停止した東京証券取引所は今日2日ぶりに全銘柄の売買を再開し午後3時に取引を終えました。東証は機器の交換とシステムの再起動を行い通常通りの取引が可能な状態になりました。システム障害を受けて先ほど金融庁は日本取引所グループと東証に対し金融商品取引法に基づく報告徴収命令を出しました。